演劇主人と奴隷の役を演じているところが描かれた古代ギリシアの壺。モリエールの超人貴族が舞台で演じられている様子、シェイクスピア、ベニスの商人のかつての上演の様子を再現してみた。が演劇とは観客に対し俳優が舞台上で身振りやセリフなどによって物語や人物などを継承化し演じてみせる芸術のこと。 俳優が観客を前にして舞台上で思想や感情などを表現し伝達しようとする一連の行為であり、それらを鑑賞する目的もある。演劇とは生身の俳優が舞台上で仕草や身振り、表情やセリフなどを用いて演技し物語や人物などを観客に対して見せる芸術である。大抵は作者が筋書きを書き、 それに基づき俳優が舞台上でセリフ、動作などを用いて演じ表現する。また演劇の多くには演出者がいて劇作術に基づいて俳優を指導する。舞台装置、照明、音楽、音響なども総合的に用いて効果を上げる。ゴードン・グレーグは演劇を背景と音が織りなすものであるとし演劇を総合芸術であると捉えた。 このように用いられる芸術分野は多岐にわたり、音楽や舞踊、舞台音響、舞台照明や舞台美術、舞台気候、時には観客席側も含めた劇場内空間、さらには劇場の建築物としてのデザインにまで至ることもある。演劇のために劇作家が執筆する儀曲は単体でも文学作品となり得る。演劇は芝居とも言われる。 芝居は平安時代の観客席が芝生であったことに由来している。舞台と言われることも多い。演劇の起源には諸説ある。古代ギリシアにおいては悲劇の共演が行われる大ディオニュシア祭は神、ディオニュソスを称える祭儀としての側面を持っていた。また呪術や宗教的儀式には行為、現象の模倣や その再現が重要な要素として含まれていることも多い。西洋演劇の演言は古代ギリシアに求められる。紀元前5世紀にはギリシア演劇はアテナイにおいて最盛期を迎え、アイスキュロス、ソポクレス、エウリピデスの三大作家を中心とするギリシア悲劇やアリストパネスなどによるギリシア悲劇が成立した。紀元前4世紀に入ると、 ギリシア演劇は沈退したものの、その作品は長く地中海一帯で上演され続けた。古代ローマにおいてもギリシア演劇の影響を受けて、演劇は盛んに行われ、各地にローマ劇場が建設されたものの、ローマ帝国の衰退とキリスト教の影響によって、古代演劇もまた衰退していった。その後、10世紀に入ると、キリスト教の影響のもとに、 宗教劇の記録が文献に現れるようになり、13世紀からは宗教劇を主体とする中世演劇が流星を迎える。ルネサンスが始まると人文主義者らによって古代の演劇台本が再発見され、また活版印刷の発明によって台本の大量生産が可能となったために演劇は大きく変化することとなった。上演の準備は、 古典的な演劇と現代演劇など、分野や劇団ごとに異なっている。現代演劇では、上演する前に、それなりの期間にわたる俳優の稽古が必要となる。多くの演劇作品で、上演時間は1時間半以上、長いものでは途中休憩等を除いても3時間以上あり、出演する俳優たちは演出家の指示のもと、稽古を通してセリフや動き、 他の俳優とのやりとりを体で覚える必要がある。古典歌舞伎などの場合は、セリフや動きが型にはまっており、幼少時からの稽古で、演目や演技の型が役者の体に染みついているためか、稽古期間は数日であるという。新作歌舞伎でも、その稽古期間は、現代劇に比べて圧倒的に短い。また、古典歌舞伎に演出家はいない。 現代演劇の場合の上演前の流れは、演目決定後、オーディション、またはオファーで、演者決定。顔合わせ、読み稽古、立ち稽古、投資稽古、集中稽古等の稽古を経て、小屋入り。仕込み、場当たり、ゲネプロなどの工程を経て、本番の公演となる。これらの公演前の準備期間は、通常1から2ヶ月である。最初の開演日を、 初日といい、といい、最終公演を先週楽という。演劇作品は、上演期間中でも演出家による様々な変更があったり、連日の観客の反応を見た上で考慮して変更される箇所があったり、一人一人の俳優たちも日々演技を改良、変更したりするため、上演期間中でも演劇作品は変化していく。 上演期間中に複数回鑑賞する観客は、その変化を楽しむことができる。また、上演するたびに、観客集団が異なっており、観客が異なればおのずとその反応の仕方も異なる。従って、観客の反応次第によって、俳優の気持ちが盛り上がり演技がうまくいったり、平や,やかな反応だと反対に緊張して、硬くなってしまったりと、 観客次第で俳優の演技も変化する。演劇作品は観客が作るとか観客によって作られるなどと言われることがある。シチェチンの夏の劇場、ポーランド俳優のセリフのちょっとした抑揚や間も変化し、掛け合いのタイミング、動きなども毎度少しずつ異なる。時には舞台上、劇場内で思わぬハプニングも起こることもあるので演劇というのは 生き物であるとも言われる。主に戯曲の内容による分類である。ただし、何をもって悲劇とするか、悲劇とするかの明確な基準はない。例えば一般に、主人公の死など、悲しい物語が展開される作品は、悲劇とされる。古代ギリシャの、オイディプス王やシェイクスピアの、マクベスなどが、その一例である。シェイクスピアの作品には、 四大悲劇と呼ばれるものもある。一方で、祝祭的要素に満ちた、シェイクスピア、気に召すままは、悲劇とされる。一方で、物語に、ドラマがなく、登場人物が打開不可能な空間に置かれる、物語を不条理劇と呼ぶ。代表的な劇作家は、サミュエル・ベケットやハロルド・ピンターなどである。また、 こうした西洋の演劇手法に反抗し、日本の平田織沢、静かな演劇を提唱した。これは、日常の会話に、ドラマ性を求めるものであり、現代演劇の一ジャンルとなっている、会話劇の根源となっている。文楽現代の日本では、プロによる演劇を商業演劇、アマチュアによる演劇を衝撃場演劇と呼ぶことが、多い。俳優と超人形。 ゴードン・グレーグ、ワケ、武田清志、自立処防、2012年。西洋演劇史・小林義尾、赤木奏書第44編、1914年。138億年の音楽史・ P126 から127、補給都市彦高段社現代新書2016年7月20日、第1冊、演劇の歴史。 P21 から24アランビアラ高橋信義役、白水社2008年4月25日発行、演劇の歴史、P24 から25アランビアラ高橋信義役、白水社2008年4月25日発行、演劇の歴史 P33 アランビアラ高橋信義役、白水社2008年4月25日発行、 演劇の歴史 P35 アランビアラ高橋、信義役白水社2008年4月25日、発行。演劇の歴史 P37 アランビアラ高橋、信義役白水社2008年4月25日発行。演劇の歴史 P53 から54アランビアラ、高橋信義役白水社2008年4月25日発行。芝居の街。 舞台の始まりから終わりまでの流れをつかもう。役者編。現代演劇の地層。フランス部長劇生成の基盤を探る小田中昭弘、ペリー感謝。2010年。静かな演劇現代美術用語辞典。DNP ミュージアムインフォメーションジャパン。2018年2月15日。閲覧。ありがとうございます。